晩までお疲れ様。まあよ、もう眠いかも。はーい、マルゼンスキーよ。まずまずの仕上がりですね。芝のコースで近く。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝1600カーニバルレース、12人の馬娘たちが挑みます。注目のマヤノトップガン1枠1番での出走。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。グラスワンダーゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。勝つ馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。これから第2コーナーへかかっていきます。先頭はマヤノトップガン。単身で飛ばしていきます。マヤノトップガンペースが速い。冷静さを取り戻せるといいのですが。マヤノトップガン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマヤノトップガン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはアイリーズ・スズカ。内から行くエルフォンドル・パスター。4番手に2番、3番続いている。それを見るように12番5馬身離れて7番、そして内目を突き出しては4番、それを見るようにグラスワンダー5番、並んできた後方2番手に6番、そして最後方11番、意気揚々と先頭を行きます。マヤノトップガンどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭は変わらずマヤノトップガン続きました。エルコンドルパスター1番審査。ライレンス鈴鹿2番続いている。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから伝えることができるのか。この直線で勝負が決まると。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはマヤノトップガン。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。振り下がるグラスワンダー200を通過。マヤノトップガン突き放し逃げる。マヤノトップガンリードを開いていく。マヤノトップガン、マヤノトップガン足色を奪えない。マヤノトップガン強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。マヤノトップガン見事に完勝。カーニバルレースを制しました。2着はグラスワンダー、3着はサイレンス鈴鹿。ビクトリー。マヤに夢中になっちゃった。マルゼンスキーよ。
ヤのトップガン、マヤのトップ、マヤのトップガン、いっくよー、マヤのトップガン、いっくよ、マヤのトップ、マヤのトップガン、いっくよー。ここは負けられない一番人気11番マヤのトップガン、実力は完全に上位ですね。貫禄すら。テイクオーフ。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝1800カーニバルレース、12人の馬娘たちが挑みます。注目のマヤのトップガン、十分に勝利を狙えますよ。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、キングヘイロー、ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップガン1番6番1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。マヤのトップガン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマヤのトップガン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番佐藤回ります。6番4番手にはエルコンドルパター、5番手には3番その後ろ2番その後専用マシン開いてキングヘイロー、マヤのトップガン上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。先頭はマヤのトップガン単身で飛ばしていきます。続きました6番さらにはエルコンドルパター、向こう正面に入って先頭はマヤのトップガン、先頭は依然マヤのトップガン3マシンリード。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルパター、3番手3番そして内目をつきましては6番5番手1番さらに2番その後専用マシン開いてキングヘイロー、そしてその後方にはグラスワンダー、1マシン離れて12番それを見るように8番後方2番手に4番5番最後方からという体勢であります。マヤのトップガン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マヤのトップガン彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞ。中山の直線は短いぞ。後ろの形は間に合うか。マヤのトップガン速い速い、もはや独走状態。マヤのトップガン先頭はマヤのトップガン、これは強い100を通過。マヤのトップガン引き離せ、逃げるマヤのトップガン、マヤのトップガン、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許せなかったぞ。勝ったのはマヤのトップガン、2着はキングヘイロー、3着はエルコンドルパター。ビクトリー、マヤに夢中になっちゃった。マルゼンスキーよ。マヤのトップガン、いっくよー。注目の1番人気5番マヤのトップガン、実力は完全に上位ですね。テイクオーフ。晴れ渡る空の下行われる中山レース場芝2000カーニバルレース、12人の馬娘たちが挑みます。注目のマヤのトップガン5枠5番での出走、人気と実力を兼ね備えた星雲スカイ、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあ
ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先頭はマヤのトップが単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはペンウスカイ。3番手8番1馬身離れて12番1馬身差。3番さらにキングヘイロー。さらにはスペシャルウィーク。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。ペンウスカイ上がっていきます。マヤのトップが快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマヤのトップが、このままリードすることができるか。続きました。ペンウスカイ3馬身離れて8番その後3馬身開いて12番2馬身3馬身開いて3番1馬身差キングヘイロー。その後3馬身開いて7番その外並んでスペシャルウィーク。外から9番そしてその内からいったのは2番5本2番手に1番11番現在しんがりだ。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ16馬身、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずマヤのトップガン。続いてペンウスカイ2馬身離れて8番4番手に12番その後ろにキングヘイロー。少し後ろから3番1馬身差スペシャルウィーク。それを見るように7番外を回って9番さらには2番少し離れて1番11番最高峰がマヤのトップガン。先頭進みますが、これは正解でしょうか。マヤのトップガン彼女の客室には合っていますね。間もなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはマヤのトップガン。追いすがるペイウスカイ。マヤのトップガン強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、マヤのトップガン引き離す。マヤのトップガン逃げる。リードを開いていくマヤのトップガン。単発争いはキングヘイロースペシャルウィーク。マヤのトップガン、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許せなかったぞ。カーニバルレースを制しました。マヤのトップガンの完勝でした。2着にはセイウスカイ、3着スペシャルウィーク。マルゼンスキーよ。マヤのトップガン、いくよ。注目の一番人気、4番マヤのトップガン。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。下克上は起こりうるのか。マヤのトップガン注目株の馬娘だ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。スペシャルウィーク、各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。マヤのトップガンとセイウスカイ、この2人が競り合っているぞ。先頭はマヤのトップガン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはペンウスカイ。3番3番手、そしてその外を回って6番差がなく7番1馬身差1番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。マヤのトップガン快調に飛ばしていきます。先頭がやや早いのか、縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。さあ花に立ったのはマヤのトップガン、このままリードすることができるか。続いてペンウスカイ3番手に7番4番手に6番、あとは3番外を回ってスペシャルウィーク。その後ろ1番その外並んでキングヘイロー。2馬身3馬身開いて2番外を回ります。10番5本2番手に5番ポツンと1人9番マヤのトップガン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マヤのトップガン彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。依然としてマヤのトップガン続きました。セーンスカイその後3、4馬身開いて7番3馬身離れて6番スペシャルウィーク続いている。その後からキングヘイロー少し離れて3番2馬身差10番さらに2番それを見るように5番内で1番その外並んで9番意気揚々と先頭行きます。マヤのトップガン
どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。先頭は変わらずマヤのトップガン2馬身離れて低運スカイ2馬身差7番第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはマヤのトップガン。食い下がるスペシャルウィーク。マヤのトップガンこれは強い。余力を残したまま残り200。余裕の走りだ。後ろをぐんぐん突き放してこれはセーフティーリード。リードを開いていくマヤのトップガン。マヤのトップガン強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。苦しかったこのレース、最後の最後に笑ったのはマヤのトップガン。2着スペシャルウィーク、3着は声優スカイ。ビクトリー、マヤに夢中になっちゃった。マルゼンスキーよ。マヤのトップガン行くよ。マヤのトップガン行くよ。マヤのトップガン、マヤのトップガン行くよ。マヤのトップガン、マヤのトップガン、マヤのトップガン行くよ。注目の2番人気5番マヤのトップガン。いい感じに気合が。テイクオーフ。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のマヤのトップガン、十分に勝利を狙えますよ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいないエルコンドルパサー。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマヤのトップガン、サイレンス鈴鹿。1番期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、マヤのトップガン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはマヤのトップガン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿、マヤのトップガン、2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。花を奪っていったのはマヤのトップガン。続きましたサイレンス鈴鹿、少し離れて1番、その後3、4馬身開いて2番、5番手、6番、さらに3番、1馬身離れてエルコンドルバサー、その外並んでグラスワンダー、さらに内から4番、大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。エルコンドルバサー空気で様子を伺う。エルコンドルバサーまだ抑えたままだ。各馬娘一段となって学校状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはマヤのトップガン。抵抗まで400。マヤのトップガン速い、もはや独走状態。マヤのトップガン先頭はマヤのトップガン。これは強い。200を通過マヤのトップガン。逃げるマヤのトップガン。突き放せマヤのトップガン。リードは7馬身マヤのトップガン。強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。マヤのトップガン見事に完勝。チャレンジレースを制しました。2着にはエルコンドルパーサー、3着グラスワンダー。